こんにちは荒木和和ですす令和3年12月13日月曜日日曜のショーートメッセージをお送りします、えー、今日お話しするのは役所の論理ということなんですが、えー、10日金曜日にやりました予備役ブーリボンの会のシンポジウムでもさまざ、あ、まな問題が出てきたんですけどもこれあの、まあ、防衛省のことは後で別途にやりますで、えー、全体としての役所の問題 最大の問題はですね実はやはりこの自分たたちののやっこことととと間違いいいいを認められないといううだろうと思います、えー、どういうことか基本的にお役所の論理というのは、えー、役所は間違いを犯さないということが前提になっていますで間違いを犯さないことになっているわけなので、えー、でも間違いはあるんですねでそういう時どうするかっていうとごまかす 隠蔽するとということになります昔あの旧国鉄の時代「えー、丸にする」という言葉がありました、えー、年配の方覚えてる方いるでしょうかあの丸にするっていうのは要はもういろんな,なんかミスしちゃって、えー、あったんですけどももうなかったことにしちゃうという意味ですまあかつて、えーまあ、国鉄でですね職場規律がめちゃくちゃになった時の話なんですけども 今の役所でもやはり大きなことになればなるほど間違いは認められないということになります。えーえー、例えばあの北方領土にしたってですね、あのエリツィン大統領の時代に、えー、取り返す可能性はあったんですね、一番。ですけども、それを逃しました、これやっぱり外務省のミスだろうと思うんですけれども、もちろん認めないで。それから拉致問題はもちろんですね。 えー、もうずっとやられ続けてきたのにそれを認めなかったでこれはまあよく言ってますけどもあってはならないことだからなかったことにしようということです、えー、お役所は間違いを起こさない起こさないんだからあやってることには間違いはないということで,でそうすると間違いの被害に遭った人たちというのはその後全く救われない状態になってしまうということですで、まあ、それを <laughs> まあなんとかですね、そのことをこじ開けるために訴訟とか、そういうことをやったりしていくわけですけども、これ、本当にですね誰か方法ないですかね、あの役所が間違いを認め、でこれはつまり、逆に言うとです、ね、間違いを認めたことによる被害というか、まあ、そこで処罰をされることよりも、認めたことの方がですね、あの本人にとってプラスになるというふうにしなければいけないということです。 でそういうシステムができればあの今までの間違いはこれは間違ってましたとだからこういうふうにすべきですということにです、ね、つながると思うんですけども間違っていなかったということで通さなければいけないでそういうシステムになってしまうと先輩のやったことに対してはですね間違いをもちろん指摘ができない間違ったということは分かっていても口が裂けても言えないということになりますでその先輩が自分を引っ張り上げてくれたと。 でこれはもうやっぱり傷をつけるわけにはいかないとかですね、そういう論理があの続いてしまうのではないだろうかということです。これ、おそらく、まあ、あの世界中どこの国でもあることだと思うんですが、でこれをカバーするのは、一つはやはり民間からのチェックですね、でもちろん議会、えー、ということになります。議会でしっかりそれがチェックできれば、あのだいぶ変わってくるという部分があるんですけども、なかなかあーそれもですね、 えー、うまいこと言っていないというところではないでしょうか、甚だ、えー、しくはあの、その予備・ケブルリボンの会のシンポジウムでも、えー、申しましたけども、役人の方はですね、えー、国会議員に対して法律作るなみたいなことを言ったりするということになってしまうわけです、これ、本末転倒ですね、マ、まあ、スコミもちゃんとですねそういうものをチェックしていかなければいけない。 細かいことに関してはあのチェックをしますけども大きな間違いについてはやっぱり言う人はあんまりいないというのが正直なところ、えー、マスコミはマスコミで大きなあ企業の中ですからでその中のシステムにですね乗っ取ってで都合その会社にとって都合の悪くない部分だけを言うとお、まあ、そういうことになるとこれみんなそうなってしまいますで全部がそうなると思考停止になって社会は絶対おかしくなりますで必ず どこかでですね嫌がられても文句を言う人間が必要だと、そういうふうに思います。それがなくなったときに、おそらく、まあ、社会全体がですね、どんどん劣化していくということでしょう。そうならないために、皆さん、声を上げてください。それが絶対に必要です。一人一人の声は小さくてもですね、一人が声を上げなければスタートはしません。ぜひ、ご協力をよろしくお願いします。今日もありがとうございました。